本日8月21日、私ゴールデントライアングルに来ております。かつてこちらでね、巨万の富を得た数々の運をね、ここでゲットして帰りますので、皆さんにもハッピーな金運を。この状況が運気を呼び寄せるんですね。私のチャンネル登録をしていただいている皆様が秋競馬大万馬券を的中できるようによろしくお願いいたします。チャンネル登録をしていただいている皆様の金運が上がりますように。提供はトリップサムライがお送りいたします。あやのパタヤの楽しみにしててな。はじめましての皆様、私が競馬で的中し続けていた頃の成績とパタヤでの生活の一部をご紹介いたします。小倉では3連複1点975万を的中、新潟では3連複1点200万を的中、そして小倉日経では138万を的中と1点予想のため、毎回の的中ではないですが、当たれば大きく的中、その後も数々のレースで的中し、パタヤで隠居生活、しばらく競馬とは離れていました。帰国後は予想活動に復帰しておりますが、成績はいまいちですね。得意な調教眼を生かし、皆様と共有したく、YouTube にて旅をしながら、旅人として配信中です。私と共有して、タイでのんびり馬券生活しませんか？応援よろしくお願いいたします。先週もですね、CBC 賞、そして、札幌記念とですね、たくさんの、3連弾、そして、3連複のコメントをいただいております。まあ、一点ではね、申し訳ない3連弾、まだ的中できてないんですけど、根気よくですね、チャンネル登録をしていただいている皆様からは、今、コメントラッシュが来ております。ぜひ皆様もチャンネル登録をして、コメントラッシュ参加いただければと思います。まずは、北の国からですね、美穂のウッド、両馬場というところ、ロクハロンね 85.7 というところで攻めてきました、ラストは 12.3 並走の内側というところでしたね。400キロそこそこのね馬体なので、まだね本当子供のようなね、馬体のように見えてしまいますけど、競馬のセンスがね非常に良さそうで、非常にシャープな作りの馬体ですよね。そして、木の流れも非常に良さそうでですね、気持ちがぐっとこう入ってね、まっすぐ、進んでるような感じが見えますけどね。ただやっぱちょっとね馬体のせいもあるかもしれませんけど、やっぱちょっとね合わせてからが、ちょっとリズムがね、崩れるというか、少し遅れ気味なのかなというところはありますね。手前はね、コーナーの途中で綺麗に変えられてますので、まあ手前側はね、上手にクリアできてるのかなという感じですね。まああとは、もうちょっとね一回り二回り増えてこないと、ちょっとスピードがねここから乗ってくるのかなというのがちょっとね、不安はありますね。前走もね千二がちょっとギリギリかなというような感じも見受けられましたから、千六でどこまでね、息を持たせられるかというところはちょっとこれジョッキーの腕次第なのかなというふうに思いますね。調教評価は A 評価ですね。経典愛人ですね。こちら立東のシーウッドオモババというところ、長いところからね追ってきましたね。7ハロンで 99.8、 そしてラストが 11.8 というところ、並走でね合わせてきました。内側を、馬なりでね走っております。そして並走馬の方はね割と追っておりますが、まあペース的にはねあの馬なりなんでスローなんですけどね。ただまあ並走馬は、結構追ってましたけど、ついてこれないような感じではありましたので、まあまだまだ本人ねあのこんなレベルでやる気なくしちゃったら困るんですけど、全然気力も十分ですし、まっすぐね集中して走れてるところは非常に好感を持てますよね。ただまあまだまだちょっとね体が緩いかなという感じはしますけどね、まあがっちりしながら、まあ緩めでもね、まあ器用そうに走っておりますから、まあこれなら、3走目、大丈夫かなという雰囲気はありますね。まああとこれで追ってくれば多分スピードは出てくると思いますので、まあねこんだけ長いところやれるからまあ大丈夫じゃないかなと思いますね。調教評価は S 評価ですね。コートアリシアンですね。美穂のウッドの両馬場、5ハロン 68.1 のラストが 11.7 というところ、非常にね右の前足がね綺麗に出てますね。そしてコーナーの途中で、綺麗に手前も変えられてますから、こちらも順調そうですね。少しね右前足の腕節がちょっと広め気味なんでしょうかね。ちょっとガニ股というようなねイメージで、結構ね引っかきこうグッグッ
ッとこうね持ってく力が強そうだなというのが印象的ですね。そしてまあこの馬もそうですけど、まだまだね、2走目3走目というところでございますから、気持ちがね非常に気がぐっと入ってきておりますので、非常に前向きでいい馬だなというふうなところですね。鞍上も、ちょっと大きな人がね、負荷かけておりまして、少しこうね追っ立ち気味で、ぐっとこうね手綱を引っ張ってますけどね、それでもぐいぐいと加速していく姿を見てるととてもね好感が持てますね。調教評価は S 評価ですね。ジョリーレーネですね。こちらはミホノウッドの両馬場というところ、6ハロン 84.3 ラスト 11.5、3頭合わせのね真ん中というところで、より実戦にね真ん中割って入るよというようなね調教を教え込んでる状態ですね。まあ最後の最後までね、根性を見せてまして、直線並びかけたところからでもね最後までね諦めずに非常にいい走りっぷりしてますね。首もねぐっとこう低めでですね、重心も良くてでバランスも取れてますし、非常にいい流れでね動いてるかなというところですね。こちらも調教評価は S 評価ですね。スターウェーブですね。ミホノウッド両馬場というところ5ハロン 68.2 ラストが 11.8 単走からね入ってきました。コーナーの途中で綺麗にね右手前右から左へとね手前も変えてますし、首を使ってね、まあ、一生懸命リズムを取ろうというね、気持ちは伝わってきます。ただまだね、足元がね、綺麗に伸びきってないので、首とね、足のリズムが取れてないので、バランス的にはもう一声というところかなというところですね。気持ちは入ってるんですけど、まだ体がついていってないというのがよく見受けられますね。調教評価は A 評価ですね。スリールミニオンですね。こちらは立冬の販路ですね。重馬場というところ。まあ前走は平坦。今回はコーナーの途中でね、坂がありますから、まあちょっと販路をね、鍛えておくというところは非常にいいと思いますね。そして、まあ単走ですけど、綺麗に足が上がってまして、小柄ですけどね、足が長くてね、コース合うんじゃないかなというふうに思いますね。ミスターメロディーの子、そしてマナさんがね、こちらを選んできたというところになりますので、どうなんでしょうね。逃げていくんでしょうか。まあ、非常に気持ちも入ってますしね、まっすぐ見ながらね、前を見て走ってる。スピード感もありますしね、面白い一頭じゃないかなというふうには思いますね。調教評価は A 評価ですね。トータルクラリティですね。リッドシーウッドの重馬場、5ハロン 69.7、ラストが 11.9 というところですね。非常に綺麗なフォルム、そして、真剣にね、いい眼差しで走っております。目力が強いですね。まだね、少し緩いかなというような、走り方でもあるかなと思いますけど、まあ足も綺麗に伸びてますしね、首を使ってはいるんですけどね。まあ今一つもうちょっとね、よく見えるといいかなというところ。まあ前走ぐらいはね、走れてくるんじゃないかなと思いますけど、ここ調子いいな、スピード感あるなという感じではないですね。調教評価は B 評価ですね。プロクレイヤですね。こちら立冬販路で重馬場というところ、53.3 のラストが 12.6 でしたね。並走でね、外立ち側を走っております。気合十分でですね、低い姿勢で、気持ちよくね、流れに乗ってるかなというところは見受けられますけどね、もう一踏ん張りスピードが欲しいかなというところ、ただ、蹴っ張りが強くてね、結構ね、チップを、かき上げてね、走っておりますので、まあ、パワーがあるかなというふうには感じましたね。調教評価は A 評価ですね。マジカルフェアリーですね。こちらリッドシーウッドの重馬場というところ、5ハロン 68.5 のラストが、11.3 とね、割と早くまとめてきましたね。一周前はね、少し大きな、助手さんがね、かなり負荷かけて、ラスト追ってましたけどね。まあ、若干遅れてはおりましたけど、まあまあね、スピード感は見せたかなというところ。ラストはね、並走で、おそらく和田さんが乗ってるんじゃないかなと思いますけど、まあ、終始馬なりなんでね、まあ、その割には、まあまあ、スピードは出てますから、まあ、一周前やってる分ね、まあ、スピード感は出てるかな、数字的にもついてきてるかなというところ、ただまあ、ちょっとね、置いてかれる仕草はありますので、まあ、そのあたりが、本人の気持ちがどうなのかなというところはありますね。
まだね、一週前も見てもですね、だいぶ子供っぽいとこがあるので、気持ちがまだね、競馬で走るぞという感じではなくね、他の馬と会えることがね、楽しくて、一緒に走ることが楽しくてしょうがないっていうね、そういう感覚を得ますので、まあまだもうちょっとね、気持ち面は、これからが入ってくるんじゃないかなというところ。まあ今回多頭数じゃないのでね、これぐらいなら、まだ我慢できるかなという感じではありますね。調教評価は A 評価ですね。ラストはモジャーリオですね。こちらがミホノウッドの両馬場3頭で合わせてきました。83.7 のラストが 11.6。入り口はね、結構行きたがってるところを、まあ、手綱絞ってですね、ちょっと制御させてるような感じで、ちょっと口パクパクさせてね、なんだなんだっていう感じでびっくりしてるような感じではありましたけど、まあ、直線入ってからはね、ゴーサインが出てから終えてますんでね、最終で終えてるのは好感持てますね。そして、まあまあ、ある程度の力でね、抜いてはいっておりますから、ある程度力は出せるんじゃないかなというふうに思いますね。合わせている時にね、先に前に抜け出た一番外の馬の馬がとても好きなんでしょうね。もうね、一緒に走りたくてしょうがない、もう楽しくてしょうがないっていうね、そういうイメージで走っておりましたね。ただラストのラストはちょっとバテてましたので、まあそのあたりがね、まあ、今回距離伸びますから、どう影響するかなというところですね。調教評価は B 評価ですね。ということでですね、S 評価は、3頭ですね。まずは経典愛人ですね。そしてジョリーレーヌがよく見えましたね。そして3頭目がコートアリシアンというところでございました。シンフォーエバーのね、ちょっと VTR がなかったので、それだけ後でね、出てくればまたコメントかなんかで載せたいと思っておりますが、まあ現状ね、この3頭が非常によく見えました。ただまあ、まだね、新馬なんで、どの馬もね、そんなにずぶくはないですよね。一生懸命まだ走る姿が見れてますので、まあこういったところから、この後ね、だんだんレースを経験して多頭数になって、なんだ走んなくてもいいんじゃん。そんなに叩くなよ、みたいなね。そんな感じにいずれはなってくる子もいるとは思うんですけどね。まあ、現状今回は、みんな前向きにね、まっすぐ走れてる中で、特にこの3頭がまあそれほどね、緩さはあるんですけどね、でも、なかなかいい感じかなというふうには、目に映りました。ちょっとね、この新潟戦に関しましては展開までがね、まだちょっと新馬でね、一戦しかしてないのでまだ読めないと思うんですね。まだね、教える段階だと思うので、この後のことを考えて、今回はね、後ろから用意ドンとやってみたりとか、まあね、足をどれだけ貯められるか試してみたりとかね、いろんなことされるんじゃないかなと思っておりますので、まあ最終のね、予測というところは、お届けできるかなと思いますけど、展開の方はね、金ランドだけになるかもしれないので、ちょっとね、また明日も移動があります。で、ちょっと今日本当はですね、迷彩の方のね、タイ最北部に行きたかったんですけど、洪水でですね、腰まで水が浸かってるという情報でちょっと行かれなかったんですね。なので今日晴れたから少し水引くのかなと思いますので、明日ちょっと迷彩の方に行こうかと思いますので、その後ね、なんとか配信できたらなと思っておりますので、ぜひね、チャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。そしてまたね、この動画なかなか良かったぞということであれば、グッドマークの方もよろしくお願いいたします。今日はですね、このね、ゴールデントライアングルで、取引をされていましたね、ケシの花ね、こちらの、博物館でいろいろね、見てきました。いろんな歴史をね、学んできましたので、そのあたりもね、また参考に、動画の方、いずれ上げさせていただこうと思っております。ただ今ちょっとね、移動が多くてですね、私も初めての地で長いんですよ、この移動が。で、明日はですね、明細の後は、チェンライですね。チェンライの市街のホテルに入りますので、まあ、なんとか落ち着けるかなと思ってはおります。ただ、その後ですね、バスで、今回チェンマイまで移動しますので、チェンライからチェンマイまでね、結構時間かかるんですよ。3時間からちょっと雨がひどいんでね、また洪水とかになっちゃうと、ちょっと5時間とかかかっちゃうかもしれませんので、その間はちょっと配信何もできないのでね、そこだけ、勘弁していただければと思います。で、チェンマイはね、1日しかちょっと市街地に入れなくてですね、またその後山入っちゃうんですね。山入って、
ゾウのキャンプの方に入っていきますので、ちょっと Wi-Fi がつながるかどうかわからなくなりますので、それがいつになるかな、ご勘弁いただき、まあだから多分ね、傾向と対策みたいなところがちょっと出せないかなと思いますね。水曜日から木曜日にかけては、チェンマイですね、チェンマイの、市街地にいる予定ですので、そうなればうまくですね、最終追い切りは出せるかなと思いますので、まだ来週のね、最終追い切りは大丈夫だと思っておりますので、ぜひね、またチャンネル登録をしてお待ちいただきましたら幸いでございます。それでは、チャンネル登録をされている皆様がね、週末、非常に幸運ラッキーな運がね、このゴールデンゴールドトライアングルゴールデンからね、お送りさせていただきますので、ぜひ勝ち馬投票券を手にできたらなと思っておりますので、頑張っていただければと思います。それからね、私の予想はですね、あくまでも参考程度でよろしくお願いいたします。馬券の購入は自己責任でお願いいたします。それではありがとうございました。バイバイ。良い週末をお迎えください。またね。